はい、そしたらチャイム鳴ったんで、授業始めていくよ。はい、みんな席ついて。いやー、授業始まったけどお腹空いたな。今日はなんだか牛丼が食べたい気分だな。よし、こうなったら授業中にバレずに牛丼を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ、よし、今回は本当に誰でもできるあれをやろう。よし、この作戦はタイミングが重要だからな。はい、そしたらちょっと問題書いていきます。よし、今だ。ここね、結構難しいから、もし分かんなかったら先生に質問して。うん、よし。あとテスト範囲なんだけど、テスト範囲決まったんで、次の授業で発表したいと思います。よし、今だ。先生が見てない隙に書き込む。この方法は反射神経がそこそこある人なら誰でも実践可能である。先生が見ていない隙に思いっきり牛丼を頬張ろう。成功率 90%。 よし、こうなったら授業中にバレずに牛丼を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ、よし、今回は学生なら誰でも持ってる筆箱を使う。筆箱潜伏作戦。学生なら誰でも持っている筆箱をうまく有効活用したやり方だ。先生はまさか筆箱の中に牛丼は入っていると想像できないので、かなりバレにくい。先生が近づいてもチャックを閉めれば絶対にバレない。成功率 91%。 はい、今回は、スモークグレネードの、内部構造について、説明していきます。食べるか。よし、きたー。うめえ。ちょっと先生見に行くよ。あ、やばい、先生来た。いいね、いいね。うん、オッケーかな。よし、バレてないぜ。よし、こうなったら授業中にバレずに牛丼を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ、よし、今回はこの机の中に秘密がある。おにぎり型一口作戦。あらかじめ一口サイズに握った牛丼を机の中に忍ばせておき、タイミングを測って口の中に放り込む。成功率 93%。 はい、グレネードにも、スタングレネード、そしてスモークグレネード、普通のグレネード、様々な種類がありますと。今だ。よし、こうなったら授業中にバレずに牛丼を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ、そろそろ花粉も出てきて、この時期にぴったしのこのティッシュ箱を使う。偽造ティッシュケース作戦。この方法は授業中バレずにゲームをする方法でも紹介したやり方だ。空箱のティッシュケースに牛丼を入れ、ティッシュの出入り口部分に1枚だけティッシュを貼っておこう。万が一先生に疑われても花粉症ですと言えば完全勝利。成功率 88%。よし、こうなったら授業中にバレずに牛丼を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ、いやー、もう腹も減って限界だし牛丼食べるか。そしたら四角さんからね、早速、問題解いていきましょうか。あれ、田中が授業中に牛丼食べてる。いや、でもここは教師として言わないと。おい田中、授業中に牛丼は食べちゃダメだ。先生の気持ちもわかります。これはあれか、またあの流れになるやつ。でも僕は今牛丼が食べたいんです。牛丼食べてていいからもうやめないで。いえ、ダメです。先生がいいと言っても学校の決まりでは授業中に牛丼を食べてはダメです。そんなことないから、もういいから。だから今日もって僕は学校やめます。やめないで。やめます。田中、行かないで。みんな落ち着いて、落ち着いて。こういうこともありえます。